太陽を浴びて真っ赤に実ったトマト、糖度7度以上、今が食べ頃の高島フルーティートマトです。長崎市は地元の旬の食材を味わってもらい、それらの野菜や魚を食卓にも取り入れてもらおうと、毎月19日の食卓の日に市役所のレストランで数量限定の特別メニューを提供しています。ジューシーな甘さと酸味のバランスを生かしたハンバーグソースに、トマトをたっぷり使った冷製スープです。いや、トマトがゴロッゴロですね。美味しそう。いただきます。甘い。もうトマトの甘みと旨味がギュッと凝縮されています。ハンバーグと合う。美味しい。美味しいです。合いますよ。あの大きいトマト見た、あんまり見たことなかった。なかなかいいお味ですよ。限定210食はおよそ2時間半で完売しました。長崎にはいろいろ美味しい旬の食材がございますが、この機会をもって知っていただきたいなと、手に取っていただければなと思っております。来月の食卓の日は模擬で採れたビワが提供される予定です。